皆さん、こんにちは。社会福祉士の横山と申します。この度、木村弥生さんが江東区長選挙に立候補されるとのことで、僭越ながら応援のメッセージを述べさせていただきます。木村さんは今まで国会議員として、特に子ども、女性、ひとり親の方々を支えるための政策を推進、実現されてこられました。私は2年前に初めて木村さんとお会いしました。一、社会福祉としての提案を誠実に受け止めてくださり、相手が誰であっても真摯に誠実に向き合われる姿に信頼と尊敬を覚えました。木村さんは実績に加えて、人として、政治家として信頼のおける方だと思います。区民の方一人一人が希望を持ち、生活することができる江東区の実現のために、木村弥生さんが江東区長として活躍なさることを願っております。